いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回、使っていくまずお酒なんですけれども、アプリコットを使いたいと思います。アンズのお酒ですね。つい最近初登場になりましたけれども、こちらのお酒を使っていきたいと思います。で、合わせていく材料なんですけども、まずレモンジュースですね。はい、こちらはいつものようにフレッシュレモンジュースを作って加えていくんですけれども、このレモンジュースを足して、でその次に、グレナデンシロップですね、グレナデンシロップをちょっと足して、でこの、3つの材料が合わさったところで一旦シェイクしたいと思います。シャカシャカっとですね。でシェイクして、まあ、出来上がったものをグラスに注いだ後 で最後にソーダでフルアップして完成っていう形になります。はい、ちょっとね作り方が一手間ありますけれども、とてもフルーティーで爽やかで美味しいカクテルが出来上がりますので、ぜひぜひ作っていただけたらと思います。今回作るカクテルがアプリコットクーラーになります。早速ね今回も作っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料はこちらになります。じゃじゃん。はい、まずアプリコットですね。アンズのお酒ですけれどもね、とてもフルーティーで美味しいリキュールですけれども、こちらをベースにしていきたいと思います。よいしょ。で合わせていく材料なんですけど、まずレモンジュースですね。こちらレモンをね絞ってフレッシュレモンジュースを作ってから加えていきたいと思います。1分の1個でいいと思います。よいしょ。はい、で次に合わせていくのがこちら、よいしょ、じゃじゃん、グレナデンシロップですね。これもね、ほんのちょっと使うだけですけれどもね、はい、こちらも加えていきたいと思います。で、まずこのね、3つの材料、アプリコットとレモンジュースとグレナデンシロップをシェーカーでシェーキングした後で、グラスに注い で最後にソーダでフルアップして完成っていう形になります。ソーダをね、最後に入れていく形になります。こちらでね、材料は全てになりますので、でちなみにシェーカーはね、いつものシェーカーを使っていきますし、グラスは今冷やしていますので、最後に持っていきたいと思います。最後というか、シェークが終わった後に持っていきたいと思います。はい。それではね、早速作っていきたいと思います。でまず、いつものようにね、レモンを絞ってフレッシュレモンジュースを作っていきたいと思います。ギュッとね。よしよしよし。でレモンジュースが作れましたら、レモンは一旦避けておきます。はい、こちらでね、レモンジュースが完成しております。では、こちらシェーカーに氷を入れていきたいと思います。ではでは、よいしょ、こんな感じで、よいしょ、氷がね、入ってます。ではこちらまずアプリコットですね。これを45ミリ入れていきます。よいしょ。45ミリですね。そしてレモンジュース、こちらを20ミリ入れていきます。20ミリですね。よいしょ。そしてグレナデンシロップ、こちらは1ティースプーンなので5ミリですね。5ミリ入れていきます。よいしょ。5ミリ、ほんとちょこっとね、まあ、香り付けというか味つけるって感じですかね。よいしょ。ではここでシェーキングしていきたいと思います。ではシェーキングしていきます。でシェーキングが終わりましたら、よいしょ、空気を抜いておいて、
冷やしておいたグラスに氷を入れていきます。はい、で氷が入りましたら、そこにこのシェイキングしてね、出来上がったものを注いでいきます。最後にソーダで満たして完成になります。よいしょ。ではいつもね、ソーダはですね、氷に当たらないようにゆっくり注いでください。よいしょ。いい音。はい、でソーダでフルアップして最後に軽くステアすれば完成になります。ちょっとでいいですね。混ぜるのね。はい、ではこちらで完成になります。よいしょ。はい、ではこちらでアプリコットクーラーの完成ですね。アプリコットのね、みずみずしいフレッシュな、味わいとですね、グレナデンシロップのほのかな甘さ、ちょっとしか入れてませんからね、ほのかに感じる甘さ、あとレモンジュースのね、すっきりさっぱりした感じ、そういったものをね、すべてまとめて最後にソーダでね、飲みやすくしてくれてる、もうグビグビっといける、カクテルになっておりますので、ぜひぜひ興味がある方は、作っていただけたら嬉しいです。はい、本日はね、この辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。